ないようなそのインディーズ時代でしたけど、その頃からこういつか武道館でやりたいなと。その言葉にできないその思いであったりつながりであったり、そういうものをこの曲の中で表現したいなって思ったんですよ。この曲のメッセージにある花のように散ることを恐れずに、こう精一杯今を生きていこうという、そのメッセージは僕らの心にあった曲なんですけれども、このようにどうしてね願う。